はい、こんにちは、ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はデラックスブンブンハンドルいきたいと思いますけれども、はい、爆上げだぜ3モードで遊び尽くせ、ガンモード、ハンドルモード、そしてロッドモードで、現在ね、レッド、ピンク、ブルーのメイン武器なんですかね。はい、そしてこの後ろなんですけれども、3モード、ガンモード、ロッドモード、ハンドルモードで、あとは2モードで、はい、必殺技で、別売りのブンブンチェンジャーと連動で、さらに、はい、遊びが広がるということで見ていきたいと思います。箱薄いんだけどね、やっぱり輸送意識してるのかな。最近ね、輸送コストとかもね、上がってますからね。てなわけで見ていきましょう。はい、インナーはこちらです。はい、段ボールの中はね、このように入ってました。まあ、どことなく似てるな、これ。で、本体なんですけども、ここがトリガーで、ここがアクセルボタンで、ここがブンブンチェンジャーセットで、ロック解除がこのボタンね。で、ここのボタンがアクションボタンで、ちっちゃい丸がリセットボタンで、ここが、剣先のロック解除か。でね、変形なんだけど、そう、これね、ちょっとね、個人的にすごく嫌な仕様。このジョイント、何回もやってるうちに、これ絶対ね、この受け側がね、バキッと折れるタイプだよね、これ。すげえ嫌だ。で、ね、ここのボタンでセットする。そう、なので、まあ、今までこういったね、変形のやつっていうのは、ボタンを押して変形ガションってやるタイプが多かったんだけど、このタイプはちょっとなっていう気はします。てなわけで見ていきたいんですけども、ここにボタン電池がセット、テストは最初に入ってるのか。ブンブンハンドル。で、電源スイッチはなし。まずはロッドモードなんですけども、まあこのように持って戦うわけなんですけども、そう、これ剣かと思いきやね、極太のプラスドライバーなんだよね。で、第1話でね、まあ、ピンクがこういう風に持ってガンってやってたんだけど、まあなるほどね、これ刃先を持って大丈夫かなと思ったんだけど、これはもう剣先ではなくて、はい、もう鈍器として戦う感じかな。で、攻撃音。長押しはなしだね。はい、そしてね、必殺なんですけれども、アクションボタン長押し。やっぱり声優さんパワーも相まってか、結構テンション上がるね。うん。だからこうね、ロッドモードでこう思って、これで長押し。あ、ちゃんとチャージしないとピューンってなるんだね。この元気なくなる音すごい好き。はい、そしてロッドモードからガンモードへの変形。降ります。で、ここのスイッチを押しながら変形。これでガンモード。なんか、円月輪持ってるような感じかな、これ。面白いな、この形状。で、トリガー長押し。これチャージが短いとどうなんだろう。あ、これもやっぱあれか。爆上げフィニッシュ。で、このボタンは？あ、これはもう完全ハンドルモードとしての音声なんだね。そしてガンモードからのハンドルモードでアクセルボタン。まあ、取説によると約15秒間鳴り続けると。で、ハンドル遊びでトリガーまたはアクションボタン。いろいろなるんだね。まあでも、この、こういったなんかハンドル遊びって意外と面白いかもしれないけど、まあハンドルだったらね、ゴーンジャーの、そう、コックピットとか、あと冒険者のコックピットみたいな、ああいうなんかユニットがあるとね、なおテンション上がりそうだけど、まあ今年はこれでハンドルモードか。はい。はい、そしてブンブンチェンジャーと連動です。で、レールに合わせてスライド。爆上げット、オン！
で、ここでタイヤ回転でもう一回。はい、それ以外のモードですと、トリガーで効果音。で、アクションボタンで。アクセル全開。このエンジン音が結構長いんで飛ばしていきましょうか。面白いね、これ。ここで止まるわけだ。はい、そしてアクセルボタン。アクセル全開。ギアチェンジ。ガチャコン。パワー満タン。スピード爆上げ。これ結構面白いぞ。ボタンの組み合わせでどんどんね、音声変わるの面白いね。アクセル全開。ギアチェンジ。ガチャコン。パワー満タン。スピード爆上げ。スピード爆上げ。ブレーキブレーキ。止めたいときはこれがあるんだよね。面白いね。まあ、ちなみにこのモードからロットモードは？クラクションだけ？こっちはもう個別なんだよね。そうなのね。じゃあもう一回行きましょうか。はい、追って。バカゲット、オン。サウンドとギミックは以上かな。まあそんなわけでね、今回の動画はね、以上となりますけれども、このハンドルモードで、まあ、チェンジャーと連動して遊ぶっていうのはね、さらに面白いかなと思った。で、まあ個人的にはね、先ほど冒頭にもお伝えしたんですけど、この変形ギミック、そのバチンっていうオスメスのジョイントっていうのがね、ちょっと嫌だなっていうのが個人的に感じた部分かな。今まではやっぱ変形アイテムっていうのはね、まあ、ボタンを押して変形してガチャンっていうなんか、かっちり感っていうのがあったんだけど、このね、受け、オスとメスのジョイントっていうのはね、まあ結構この何、先端も軟質パーツだから、そんなバキってすぐ折れることはないと思うんだけどね、何度も変形させるのはちょっと忍びないなといったところです。でも、このハンドルモードは面白い。多分ずーっとこうやって遊んでると思う。なかなか面白いな。はい。そんなわけでね、以上、ご視聴ありがとうございました。でね、ブブジャカでもね、動画ちょびちょびとやっておりますので、ぜひともね、チェックをお願いいたします。そんなわけでご視聴ありがとうございました。